ユニツベ、ユニチューブは日本に拠点を置く3人組のユーチューバーグループ。メンバーは TKC、カミツ、テル。2019年に YouTube にアーチェリーに関する動画投稿を開始している。なお、旧メンバーのタクは2020年のベガスシュートの撮影を最後にグループを脱退している。メンバーはリーダーの TKC、カミツ、テルテルで構成されていて、 タクは2020年の4月に脱退している。3人はもともとオリンピック競技でもあるアーチェリーをやっていて、全員全日本レベルの大会に出場していた。準レギュラーも複数人いる。特に出演回数が多いのは、フワッチ、タクマ、カネコレイオビ、サマーシュート2020と題した試合を有志で計画している。もともとユニーアーチェリーを TKC と、 旧メンバー宅が運営しており、そこでバイトをしていたテルガ加入し3人で、ウニツベがスタートする。カミツは後日に加入する。ユニーアーチェリーは2020年4月で閉店している。TKC は大学時代からカミツと交友関係があった。TKC と元メンバーの宅は、大学時代の交友関係はないが、社会人になってから仲を深める。カミツ果てると、 大学時代から非常に仲が良い。基本的にトップアーチャーへのインタビューとアーチェリーの道具のレビューを行うことが多い。活動を開始してすぐアバンティーズとコラボをしている。初めてトップアーチャーにインタビューしたのは大抜き渡る選手である。今までで一番再生されている動画はアクータの選手へのインタビューである。ありがとうございます。